これ今は亡き人がこのジャケット注文したんですよ。選んであげるっつって、俺が料金は俺が払ったんだけど、でも S サイズの買いやがって。 S サイズだからこれさ、ピッチピチなのよM サイズにしてくれって感じ。あー寒い。マジでやることないな。どうしよう。あーてか寒い。どうしよう。あー倒れた。最悪だよもう。乾きたけどやることないね、マジで。子供頃とかね、川来て遊んでたんだけどね。口元が汚い。ああマクドナルドがついてんのかな。知ってます、皆さん、パルクールって。朝倉海の動画で知ったんですけど、僕最近あの障害物があるんですよ。障害物があって、その障害物をどれだけ早く進めるかっていう競技らしいんですよ。なんかね、筋肉番付とかでなんか障害物があって、なんかそれをなんかどんだけ早くこういけるかみたいな競技みたいなあるやん。イメージとしてはあれっていうか、あぶね、筋肉番付が多分あれパルクールなんだろうけど、見ましょうか。だってこれがここか。見えてるか。見えてるな。よし。これ見えてんのかな。ちょっと下向けとくか。だときついだろうな。よ、映ってる？マジ？映ってます？じゃあパルクールやります。めっちゃ使っちゃった。右足めっちゃ入っちゃった。右足めっちゃ完全に使っちゃった。
ばもう帰る、寒い、あーダメ、あー痛い、びしょびしょだ、もう帰る、あーダメ、あー痛い、てか重くしこけた、めっちゃ重くしこけたんだけど、行った、あーもう無理、寒い、帰る、帰ります、わざとじゃない、びしょびしょだよもう、だから体がなまりすぎてる、なんかさ若い時の感覚で飛んだらもうダメだ、若い時の感覚で飛んだら体がなんか頭の中のイメージ、頭の中のこれ止める飛べるっていうイメージが若い時のまま、でも体がもう36歳になってるからそのイメージについていけない、名探偵コナンの逆バージョンね、頭脳はいや違うか、頭脳は子供、体は大人ですよ、もうびしょ濡れっすよこれ、ここら辺まで使っちゃった水、もう帰る、寒い、こんな簡単にこけると思わなかった、やべえこれ怒られるよ、こんなびしょ濡れで帰ったら殺されるんだけど、どうしよう、これ着替えて風呂入ったらさブチ切れられるよ、もう今日だって一回風呂入ってるからね、朝なんで2回風呂入んだって言われる、あこれかっだってもうつかがっぷり使っちゃってるから、これ自然乾燥きついでしょ、やんなきゃよかった、こんなのやらなきゃよかった、マジでびしょびしょ、ズボン、うわ汚い、ズボンとかびしょびしょなんだけど、パンツもびしょびしょ、やばい、10個、やったー、あーありがとうございます、やった10個、やったー、あー遅れました、れんちゃん10個、やったー、ありがとうございます、あー10個5番やった、10個5番やったー、あーありがとうございます、びしょびしょになっちゃった、どうしようこれ、あ10個連チャンやった、ありがとうございます、ありがとうございます、わかる、これ水が垂れてるんですよ、びしょびしょだよ、どうしよう、こんなので家帰って風呂入ったらぶち殺される、マジで風呂にゃん回目、風呂今日に入ったろって言われるし、なんでそんなびしょびしょなんだ言われるし、バレたらやばいなこれ、どうしましょう。
どうしたらいいんでしょうか。どうしたらいい。